吉川貴盛でございます私たちはこの国を守り抜く、決意で選挙戦を戦をわせていたただきましたこの国を守り抜くこれは北朝鮮間の脅威はもちろんでありますけれども、全世代型の社会保障、高齢者の皆さんにも安心して住める生活を確保すること、そして私たちは北海道の未来に責任を果たします。